しょ。こんばんは。すごい準備に時間がかかった。めっちゃ首が締まる。よいしょ。こんばんは。やっほー。声聞こえますか？髪切るのって散髪屋じゃないわこれ。準備してた時間が。てるでーん。あ、聞こえる。よかったです。ちょっと iPad 買ったのに使ってなかったからちょっと今日は iPad にしてみました。ピエロです。私はこれはピエロです。あ、赤鼻？赤鼻あるよ。あ、お腹鳴った。お腹鳴った。ピエロ。はい、こんばんは。ピエロです。どうですか、見えますか？ピエロに今日はソロイベントでした。私のというかソロイベントでした。いいね、黒が入ったらいい感じに白飛びする。手品したのって。うん、そう今日そうこのために買いましたからね。どうしましょうこれ。ウミガメさん、かわいいギフトありがとうございます。ヤスベイさん、似合う、ありがとうございます。カピバラミキヤさん、かわいい、ありがとうございます。ことぶきさん、かわいい、ありがとうございます。こんばんは。これアマゾンですね。そう、昨日の朝8時に届いたやつ。ウェーマンさん、尊い、ありがとうございます。クイズ1問間違えた。どれ、何問目だろう。そう、今日この格好だったんです。ヤスルパンさん、かわいいギフトありがとうございます。斉藤さん、かわいい、ありがとうございます。二文字目と。パロプンテさん、こんばんは。息子ってさん、こんばんは。似合う？嘘。そう、髪型もなんかピエロっぽくしてくださいみたいな言ったんですよ。パーティーみたいな。あ、好きな季節か。そっか、私結構でも言ってるつもりだったけど。そう、私の好きな季節は冬です。あのメイクさんにパーティーっぽいピエロっぽい感じにしてくださいって言ったら、2つと3つなんです、これ三つ編み。なんか遊んでくれた。2つと3つです。で、ここにキラキラもつけてくれたんですけど、配信じゃ見えない。ダメ。こんばん。お腹見せて。お腹もなんもないですよ。ずっとこれです。残念、露出ゼロでした。よいしょ。お、首が締まる。キラキラサウナスーツひどい。ピエロですよ。自分で髪の毛したかと思った。メイクさんです。どう、個性的じゃない？
そう、私は今日バルーンアートをしまして、うどむさん可愛いギフトありがとうございます。まさかのピエロだと思う。そうですよ、何す、ね、そうですよ、いやそうなんですよ、 歌って踊る最初は団子しようと思ってたんですけど、こんな感じでなんかお団子やったら目立たんし変じゃなと思ってこうなりました。お団子でもよかったですね。何か歌ってほしい今ですか。あ、お団子の、お団子の方が可愛かった。お団子は顔がでかく見えるから。何時間目だったんですか。5時間目です。汗かきそう、薄っぺらいので全然かかない、かかない。春夏秋冬も最高でした。そうなんですよ、時間が5分余って急遽何かカラオケしないってさ言われて、えみたいな、あの黒歴史で春夏秋冬を歌ったんですよ。あ、6か、6時間目、5時のやつ6時間目か、6だそうです。あらきっちゃんこんばんは。これはねこうなってます、6だ、6時間目。やすべえさんかわいいギフト、そう、あやパンが5、そうです、そうです。そう、バルーンアートね、バルーンアートをみんなでしました今日は、私だけじゃなくて。ちょっと首が締まるのでよいしょー。冬のデートコーデ冬のデートコーデこれでいいですか。こんなピエロとデートしたいですか。遊園地行きますか。私と遊園地に行きませんか。そう、今日はね、今日はでもテーマパークのお姉さんになった気分でした。ヘッドセットつけて、ドンキじゃないですこれ、アマゾン。バルーンアートしました。マスクにゃんきちさんかわいいギフトありがとうございます。ケントリンさんこんばんは、はじめまして。 STU48 の梅切りかです。かわいい、嘘、ピエロも好きなんですか。嘘、変わってるね、かわいい。キャストと間違えられそう、確かに。風船持ってたらちっちゃい子が寄ってきてくれるかもしれん。アーツさんこんばんは。そう、バルーンアートはみんなで作ったんですよ。だから各自持って帰ってもらったんですけど、絶対邪魔ですよね、新幹線とか。バルーンアート絶対邪魔だろうなと思いながら、ウサギと犬はすぐ作れる。あーちゃんこんばんは。クラコンで確かにいいね。そう、風船は膨らませた状態のやつ。作ろうかな、ちょっとテロップ。バルーンアートは1年ぶりぐらい触るの、本当に昨日の夜1回だけ試しに作ってみて、あーいけるねと思って。バルーンアート、
そう1年ぶりぐらい。なべこさんこんばんは、1年ぶりです。なんかバルーンアートは100均に全然売ってなかった。3軒4軒回って見つけた。する人が減ってるからか全然売ってなかった。くぼっちさん、しゅうちゃんこんばんは。難しい、マジ。ウサギとね犬は作れる。犬めっちゃ簡単よ。3月18、そうピエロいきます。よいしょ。そうスタッフさんがね膨らませてくれた。マネージャーさんめっちゃ得意になってた。はいこんなもんかな。犬が簡単なの。ハートとかも作れてたんですけど、ちょっと忘れたから今は無理ですね。あの花とかハートとかも作れたんですけど昔は。STU のコンサートってこと？じゃん。バルーンアートします。コキンさんハートありがとうございます。お客さんのバルーンアートはねスタッフさんが用意してくれた。おー STU のコンサートってこと。へー3月18、そうなんだ。来てください。じゃあこれは顔です。なんかやっぱあれでした、なんか声かけても返ってこないから難しかった。一人で喋りながら作るので、これで耳ですね。これ顔で耳ねじります。はい耳で顔です。そして首を作ります。首、はい首です。ウサギも作れる。作れる。で足どんぐらいしようかな。どんぐらい足1個作って折り曲げて2個同時にねじる。よいしょ。はいねじります。割れそうで怖いよね。そしたら足ができます。で次胴体、まあこんぐらいかな。どんぐらいで胴体で足は1個作って折って、ちょっと長すぎて、胴体が長すぎて、で奈々さんのコンサート決まった。3月18、来てくださいぜひ。でこことここ、えなんかタイマー鳴ってる。一緒にねじる。はい完成です。なんかタイマー鳴ってない？私の家完成です。犬イエーイ。あ地元鳴ってるよね。どこだろう。タイマーどこ。え、あ、あったあったあった。どこで習ったのって。え、ネットです。 YouTube。 犬です。ウサギも犬とあんまり変わらんのですよね。ウサギも作れますよ。そう、ウ
さぎ作ったやつがあるんですけど、目の前に。どこら辺が犬なのって、ね、犬に見えないですか逆に。バルーンアート風船持ってもらえばよかった。はい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 、そう特技です。書いてないけどねプロフィールに。別に誰でもできるからこれ。はい、プードルもプードルです。プードル鰻もね、ほぼ犬と一緒なんですけどね。耳が長いだけみたいな。の感じがおさんでしょ。でこれで首でどうやって作るんだっけな。前足に うるさいよね絶対ショールーム。よいしょ。はい2個回しまして、前足なんですけどね。前足で胴体作って、で後ろ足は14センチです。こんぐらいかな。14センチで音が出ない。はい、これで。うるさいよね。はい、うさぎです。うさぎです。これは公式のうさぎなんで、うさぎです。うさぎに見えなくてもこれ公式でうさぎって出てるので、これはうさぎです。じゃーん。これ後ろ足ね。これ前足、これ尻尾、うさぎです。風船割れるの嫌いです。風船怖いですよ割れるの。でも割れないんですよバルーンアートの風船って。なかなかこんな感じです。プードル感ある。プードルって何。プードルもあるんですか。うさぎですよこれ。こんな感じ。めっちゃ簡単ですよ意外と。こんな感じです。あとハートとかも作れたんですけど、1年以上やってないからこんなもんです。そう割れない割れない。なかなか調べてみよう。バルーンアートプードル。あ、プードル難しそう。そう。でも基本全部同じなんで簡単です。2個まとめてねじる。ここも2個まとめてねじる。これもそう。うさぎも全部そうです。簡単です。決め顔カメラ見れてるこれ。ね、こんな感じ。爪が刺さりそう。え、爪刺さるんですよ。でも意外と長いけどそんな刺さりません。着払いで送ってください。
しぼんでますが、多分着く頃にはそう。あそこにね、ちょっと私が今日作ったウサギがあるんですよ。撮りたい。よいしょ。ね、そう、奈々さんの STU ラストコンサート、そうです、全員卒業なので、ぜひぜひぜひ来てください。あ、今日だったんだ、8時発表って思いっきりかぶせてるよ。まさぴょんさん、こんばんは。うさぎ持って帰ったの？そうです。すごくない？特技に書こうかな、次から。まあこんな感じでした。いらないんだよね。ピエロ可愛いですって、ありがとうございます。以上。普通にすごい特技だと思う、本当に。でも意外と作れるけん、ぜひやってみてください。100均に売ってます。セリアにあります。セリア、ダイソーにはなかった。ダイソー3軒回ったんですけど、なかった。セリアに行ったらありました。部屋に飾りますか？そうですね。この襟が長すぎて気になる。でもこれなかったらテントウムシみたい。そう、頬にキラキラ。そうです、これメイクさんがしてくれました。スケモンさん、バラありがとうございます。ピエロのコスはバルーンアートに合わせて、そうです、バルーンアートに合わせて買いました。ピエロっぽくない？ピエロが風船配ってるくない？なんかイメージ。応援してるよーって、最前列の馬さん、こんばんは。そう、襟長いけどさ、閉まったらテントウムシ。え、口では膨らまんよ、これ。膨らまん、膨らまん、無理です。私は あれなんですよ、もともと肺活量ないから、普通の風船でも膨らません。あとクイズをしましたね、100均で買いました。これおとはるさん、こんばんは。イベントから一皮向けた。イベントってショールームのイベント？目かこのジェットバルーン、何それ。ちょっと顔描こう。今日の髪型は自分でやってないです。うま、うまギフトありがとうございます。目、うさぎ、はい、じゃじゃん、うさぎです。犬、いや、うさぎ、うさぎが、うどむさん、かわいいギフトありがとうございます。いや、犬はつけん方が良かったね、これ。犬は目つけん方が良かった。なんかパッケージに目ついてるんですよ、だからつけようと思ったけど、目がない方が可愛かった。
つは。これですね。そう、油性ペン。やる話書いて飾ってくれませんかって。え、どうなんだろうね。飾るとこあったっけ。机。以上です。バルーンアート。村上さんこんばんは。アイドル好きさんこんばんは。油性ペンだと割れる可能性ある？そうなんだ。でも割れなかった。強いんですよ。イエーイ。そう、ゆきりかクイズはメールでも送ったんで、ぜひチャレンジしてください。スーパーサブさんこんばんは。そう、今日のポイントは2つと3つなところです。今日の髪型が可愛いです。可愛い。2つと3つ。てっちゃんこんばんは。あ、睡眠時間自信ない。そうだよね、言ってないもんね。正解。答えツイート。そうですね、ツイートぜひしてください。そう、そのクイズに正解、最後まで正解した方に私の作ったバルーンアートをプレゼントしたんです。ゆうくんこんばんは。はじめまして、SDU48 の峰幸理香です。イルツァさん、こたつみかんギフト、ありがとうございます。クイズの答え知ってる？そうだね、参加してくれた方は。これはね、Amazon です。Amazon。ピエロ。何ホゲナさん、わかってるの？イエローです。ただ私を知らない方でも適当に正解できるようなクイズなので、そう、結構ふざけました。めっちゃ笑ってくれて嬉しかった。最後の方の問題、ルーム間違えました。え、間違えてないです。それはよしきさん、ハートありがとうございます。ルーム間違えてないですよ。寝ぼけながら配信見させていただいております。お、寝ぼけてるの。今日は土曜日ですね。8時半ですね。確かに眠くなる時間。答えを見る前にツイートします。はい、ぜひ答えは配信メールで送るので10時ぐらいですね。10時ぐらいに送れます。何しようかな、配信。もうバルーンアート終わったからな。そういうこと終わった。3日連続朝ツイート出遅れてます。あ、全然全然。6時15分ですか。ツイートしたけど自信ないです。ジェスチャーゲーム。ジェスチャーゲームやらない。これなんか座ったら首がグーって締まるんですよね。首がよいしょ。
ジャグリングはできません。ピエロで春夏秋冬を歌ったのはリカちゃんが初めて。そうですね、それはそうです。今日からピエロ好きになりました。お、いいじゃん。後でねツイートもするのでツイッターもぜひ見てください。配信が終わったらツイッターします。春夏秋冬カラオケに入ってないから歌えない。可愛いポーズに見えるね。首締まらないようにするポーズです。今更だから申し込まなかったの、今年行ってこない。へー、誰のも行ってないんですか。ともちんさんこんばんは。たけさんこんばんは。そう、メールにツイッターです。そうです。後ろでできない。そう、私が踏むから。なんかこれ後ろチャックとかないんですよ。丸開きなんです背中。びっくりした。チャックとかあるんかと思ったら首がねマジックテープで止まってるんですけど、引っ張られる。私が座り方が悪いかな。お見送りで30秒も話せるとは思ってなかったです。確かに私もそれ知らなかった。お見送りがあったんですよ。そう、しかも声出しありのお見送りがあって、デザイスハートさんこんばんは。え、これヒートテックじゃないです、 T シャツ。背中が空いてるから T シャツ着ました。背中丸開きなんですよ。閉まってないんです。ここだけマジックテープで止まってる、上だけ。それ以外は空いてるから T シャツを着てます、もしものために。お見送り、そうそうそう。ピエロ可愛すぎる。可愛いですか。ピエロです。スモック、どうな、なんだろうね。そう、開いてるんですよ。びっくりしました、知らなかった。でも本番は縫ってたので、あの衣装さんが縫ってくれて簡単に。だから春夏秋冬とかで回転したけど柄開きじゃないです。楽しめましたか。楽しめました。お見送りめっちゃ近かったみたい。そうですね、あれ1個分、あのコンビニのレジとかにあるあの透明のやつ1個分です。東菓子借りた。こんばんは。近いですよね。アブレンジャーさんこんばんは。え、めっちゃ緩かった。しかもそう、緩かったです。なんかバルーンアートがあの取りかけてる人のを作り直してあげれるぐらい緩かった。お見送りめっちゃ喋れました。剥がしもないからなんか時間ですって言われるけど喋れるみたいな、いいタイミングで帰れた。ピエロって男ん男女兼用ですか。男女兼用です。そう、パッケージでは男性が着てて、アマゾンのサイトでは女性が着てた。でもこれ女性用っぽいよね、かわいい。話がないから時間って言われても最後まで文章を言える、そうみたいな、そんな感じ。
髪型が可愛い。嘘、もじゃもじゃですよこれ。ピエロをイメージしたのでもじゃもじゃです。普段着いけそう。マジめっちゃ目立つけどね。まあ着れなくはないね。めっちゃ目立つけどね。声かけられるかな。全身これです。足までこれなので。これって本通り歩いたら写真撮られそう。変な人いる。暖かそう。え、寒いですよ。ペラペラ。ちぎれるちぎれるちぎれる。あったかそう。ちぎれるぐらい薄いです。ペラペラです。服部さんこんばんは。え、本通り歩けるけど写真撮られそう。そう、なんか変な人いるみたいな。ひでちゃんこんばんは。でバルーンアートしてたら子供がやってきそうだけど、許可いるよねああいうのって。わ、ビリって言った。怖っ。つよっしーさんこんばんは。あ、ハロウィンの時いいね。確かにハロウィンの時にピエロいいね。鼻なくなった。私の鼻。鼻なくした。大の字ジャンプしたら破れるかもしれない。え、でも春夏秋冬踊れたよ。あった。そう、帽子もセットです。鼻もセットです。赤い鼻でマジックできそう。M44 さん、赤ひげサンタさん、こんばんは。裸かわいいでしょ。そう、春夏秋冬、そう、何歌おうと思って急に言われて、何しようって言ったら春夏秋冬はってやって春夏秋冬になりました。ジュハンさんこんばんは。いや、何でもいいよって言われたんですよ、あの舞台上で。え、何がいいと思いますかって思って、春夏秋冬はって言われて、あ、じゃあそれでみたいな感じで。も、え、歌詞でんと思っとって自分。ユリイカは用意し、なんかな、大体何でもあるよって言われたんですよ。だから私は音源を用意してくれてると思って、ユリイカなんかないじゃないですか、 STU 使ってないから。もともと予定になかったから、誰かが歌ったことあるやつか STU の公演で使ってるやつなら用意できるのかなと思って、そう、そしたらカラオケ機器みたいなのが前にあって、目の前にカラオケだった。そう、そう、音源何がありますかって言ったら、何でも大体用意できるって言われて、ユリイカはあると思わないじゃないですか。カラオケだったから何でもいけたっぽい。ナギさんこんばんは。しかも春夏秋冬があるっていうことはジョイサウンドとかってことよね。 DMM じゃない、 DMM じゃないわ、ダムじゃないってことですね。え、先輩コンサートで歌ったけどさ、なくない、そんな急に。今日歌った、今日誰かが歌ったやつか、普段そのエディオンでやってるやつと思ったんです、私は。服部さんハートありがとうございます。私歌う予定なかったから歌詞も覚えてないと思って、全部フルで、だからそう、えー、と思って、春夏秋冬ならワンチャン歌詞いけるかなと思って、そう、
あ、じゃあ春夏秋冬でってなったら歌詞も出たしカラオケだった。知らなかった。え、だいぶ春夏秋冬入ってるんですか。へえ、なんでショールームに入らないんだろう。私がバルーンアート早くできたら2曲歌えたのに。え、全然全然だ。もともと0曲の予定だったんですからいいんですよ。2月は紅白のクワトロ、2月の公演発表されたよね。クワトロ2回あるんだっけ。コーヒーさんこんばんは。マイクみたいこれ。ジュンハンさん、かわいいギフトありがとうございます。今日目がキラキラしている。マジ赤い鼻がかわいいね。小道具ですこれは。あ、メンバー発表されてるんですか。メンバー発表されてから申し込みますか。じゃあまだか、わかんない。私がどっちに出るかだから、メンバーが発表されてから応募する方がいいと思います。まだ早いです。どっちかわからんから、メンバーが発表されてからぜひ来てください。ね、どうなんだろうね。後半かな。セブンの北海道フェア買うつもりがいちごサンド買っちゃった。まあいちごの日だからね。今ローソンがすごいいちごフェアやってるんですよ。果物ローソン、いちごの餅みたいな。休みは確保しておきます。ね、どっちに出るんだろうね。後半お願いします。え、でも後半な、後半な気はするけどね。どうなんでしょうか。でも前回出てないからな。アヒナさんの生誕祭じゃないわ、アオイさんの生誕祭も出ないし、次なんかな、わからんね。そう、ローソンがいちごフェアやってて。ファミマも？へえ。セブンは北海道フェアしてます。あ、ミルキーの 生ミルキー気になる。生ミルキー、なんかお腹すくな、食べ過ぎだ。今日は海鮮丼と、海鮮丼とコンビニのおでん食べたんですけど、まだ食べたい。今の感染状況でイベント行けない。確かに。でも全然イベントなくならなそうよね、今日の感じ。今日何人なんだろう。愛媛はみかんだけじゃなくていちごも有名。嘘、そうなんですか。キウイならわかるけどいちごも。今日はまだ来てないや。アゼヤハのメンバー発表されてるんだ。へえ。じゃあ後半じゃん、それは。広島。じゃあ後半じゃん、それは。1212人。すごっ、めっちゃ増えとる。昨日より215人増えとる。昨日よりやばいね。1000人超えるのは初です。来週行けなくなりました。あれか、
あれですよね、お話し会。ね、イベントね、なくならん気がしますよ、多分。今日のもなくならんかったしね。なくなるかなって思ったけど、今日のなくならんかったんで。スズリンタンさん、こんばんは。リサーチャーさん、こんばんは。メンバー変われたらやばいけどね。出ない出ない。なんかめっちゃ風船の匂いする手から。あ、そうか。ピースしてください。なんか寝ちゃってすると思ったらこれじゃ。びっくり、ラメがついた。大阪3000、3000ね。キヨさん、お父さん、こんばんは。ゆきりかも気をつけてね。でもゆきりかでも休みの日は家出ないからね。一人で家の中でなることは少ないと思うから、まあ多分大丈夫です。ずっと家にいるのでコンビニしか行かない。幼稚園児みたいで可愛い。確かに。寒くて出ないっていうか、休みの日はずっと寝てるんです。だから、あと明るくて、明るいところ好きじゃない。騒がしくて明るいところ。そう、3月のコンサートは神戸です。ナナさんのラスト公演は全員出演で3月にあります。神戸で。ぜひ。あと3ヶ月後。5周年は別ってことか。そう、ジメジメしたところは好きじゃないけど、静かで暗いところが好きです。暗くて狭いところ。へえ、狭いか。あ、どうだろう、確かに狭い。幸せを感じるのは寝てる時じゃないです。0時を超えた時です。映像と声ずれてる？へえ、マジ？ iPad なんですよ今日。なんかせっかく iPad 買ったのに1週間ぐらい放置してたから、今年初 iPad 配信。でも自分結構口を開けずに喋る人間なので、どうなんでしょうか。こう、ずれてる？へえ。そうなんだ。なんでだろう。まあいいです。もう今日はあと10分ぐらいで。声が遅れて聞こえる？へえ。新しいやつサクサス、サクサスを、うん？サクサク動きますか？動きます。けど。あんま変わらん前と。いでまるでさん、こんばんは。前髪？まひなさん。ひろたあるさん、こんばんは。じゃあ、あんまり口を動かさずに喋りますね。ズレが気になる。ズレが気にならないように。でも iPad で配信してるメンバー結構いるんだけどな。なんでずれるんだろう。ホゲナさん、こんばんは。いちごパフェとプリンアラモールどっちが食べたいですか。いちごパフェ。あ、5周年もあるんだ。へえ。イベントありがとうございました。ありがとうございました。持って帰れましたか、風船。
あ、車ですっけ。ありがとうギフト、ありがとうございます。 Wi-Fi か、クイズ難しいでしょ。そうなんよ。でもあれだけ知ったら私のこと詳しくなれますっていう質問もなんかいります。おいいね。いちご食べたいね。今日いちごの日。今日スーパーでいちご大福を買おうかと迷ったんですよ。けどやめました。1個200円だったので。え、車ですね。新幹線とかやったら持って帰れんじゃないですか。直樹さんこんばんは。はいな。夜行バス、おお。そう、いちご高いよね。そうなんや。テロップ変えればいいのに。でももう配信終わるからいいんです、これで。ゆいゆいさんこんばんは。飛行機じゃなくてよかった。え、飛行機だったら潰れたりするんかな。どうなんだ、気圧みたいな。どうなんでしょうか。クイズはそう、番号で答えられるんですよ。そうそう。え、トレンドに STU が入ってる。あ、そうか、ナノさんも。ナノさんとか。カラオケ100点、私見てた。テレビ見てた、私も。今日はね、センター試験なんですよね。大学入学共通テスト。サージカルさん、こんばんは。夜行バスで風船割らないように気をつけますね。みんなが寝てる時に割ったら気まずいですね。まあなかなか割れないですけどね。なかなか割れない。持ち込めんか、持ち込めるか知らんけど。秋葉原のショップが移転する？そうなんですか？知らない。 STU ショップ知らなかった。そう、奈良さんのラストは全員参加。そうなんですよ。来てくれますか？え、そう、センター試験だった私。センター試験の方は簡単じゃない？マークシートじゃなくなったってことでしょ。大学入学共通テスト。今日の何かで見られないかな。今日のは見れませんね。撮られてないです。服部さんハートありがとうございます。割れそうで怖くて知るの勇気いりました。割れない割れない割れない。土方さんこんばんは。え、センター試験はマーク式だったんですけど、大学入学教室テストはマーク式なんですかね。なんか難しくなるけんやったって思った記憶があるんですよ、高校生の時に。自分らの代までギリマーク式だって思った記憶があった。まみおくんこんばんは。二つみかんギフトありがとうございます。
じゃあそろそろ配信終わろうかな。配信終わったらツイートもします。難易度昔から分からん、変わらん。でもさ、マークシートやったら分からんくても塗りつぶせるけど、で当たるかもしれんけど、記入するやつやったらそれで当たらんけん難しい。お、マメッチさんこんばんは。今日はありがとうございました。犬大切に、空気がなくなるまで叶います。嬉しい、嬉しいです。持って帰ってくれてね。置き場にどうしようって、どうしよう持って帰るのっていう方もいたので、持って帰ってくれるの嬉しいですね。そう、マークシートやったら分からん時に適当に塗りつぶせれば当たるかもしれないから、マークシートの方が良いです。クイズのヒントないよ、まあ、適当に答えてください。私のクイズは当たっても景品ないので適当に答えてください。メールで送ったクイズです。ザ・ランキング読みます。あ、消去法もできるね。確かにマークシートの方がいいじゃん。持って帰るためにで、袋買いました、ダイソーで。わざわざ、素敵じゃん。あ、ハベにしてる、口紅が歯についてる。素敵だ、ダイソーで袋を買いましたなんて。ザ・ランキング読みます。13位服部さん、12位ミニマロンさん、11位ゴーエースさん、10位ゴーンさん、9位レアローサさん、8位ジャクソンさん、7位青木地さん、6位ロボリンさん、5位アキアンさん、4位理化学研究所さん、3位服部さん、2位トブキさん、1位ヤスベーさん。ありがとうございました。はい、ダーピーなんですって。すごい、生歌で満点出したら100万円のやつ満点出してるんだ、すごい。明日ランチ、明日はあのお礼配信なんですよ。そういや、なので10時ですね。飛ばされました、マジ。4位ヤスルパンさん、ありがとうございました。更新されたんかな。10時です。今日7並べ、そうですね、まあ夜なんですけど23時45からやります。起きてたらぜひ。飛ばされました、あなたはいないよ団長に。では終わります。ありがとうございました。21時10分にツイッターします。10分後にツイッターするので見てください。お腹すいた、じゃあ終わります。そう、5分おきの44秒です。終わります。ありがとうございました。3、2、1バイバイ、おやすみ。